リニア中央新幹線のトンネル工事をめぐっては先月27日に岐阜県中津川市で崩落に巻き込まれて作業員の男性2人が死傷したほか今月8日には長野県豊岡村で作業中に土砂が落下し作業員の男性がけがをする事故が起きています JR 東海の金子新社長はきょうの定例会見の中でトンネル工事中の事故が相次いだことを受けて 再発発防止にに向けたたた協議会を新たに設置すると発表しましま今月24日に1回目の協議会が行われる予定で山岳トンネル工事に関わる12の会社が参加し労働災害事例の共有や安全対策などを確認するということです。